皆様こんにちは。え、2017年平成29年公認会計士試験論文式試験え、租税法の解答解説講義を始めさせていただきます。え、担当は歴戦日講師の高田です。どうぞよろしくお願いいたします。え、皆様本試験お疲れ様でした。租税法の手応えいかがでしたでしょうか。 問題のボリュームがで,ボリュームがですね、えー、本年度も非常に多くてで、まあ、あの理論、ねえー、計算という順番でこれから見ていきたいと考えていますけれどもまずね、あのー、少し分析をお話しさせていただきますと、あのー、全体的にはねやはりあの思考力をも、ねえー、試されている問題だったなというふうにね、えー、感じられました。 で理論問題に関しての難易度は、ねまあ、例年通りであったのかなというふうにも感じますただ近年ね試験範囲に加わった論点が多くありましたのでその点であの難しさを、ねえー、感じてしまわれた方もあの多くいらっしゃったかと思いますそして計算のね、えー、方に関しましては所得税法の、ね、難易度が非常に高かったですで、えー、法人税法 消費税法改めてご覧になってみていかかがでしたでししたょうか難易度といたしましてはあの例年通りという、ね、あの感じではあったんですけれども何よりもボリュームが多いと、ね、いうことで、えー、この2時間という時間の中でもうあの取捨選択をスパスパ、ねえー、していかないととてもあの間に合わないという、ねえー、内容でした。でですので、ねえー、そのそ取捨選択 とといいうう、ね、ころもその鍵にになったというふうに、ね、感じられますでは内容の方についてはですねこれから理論計算の順で見てまいりたいと思うんですけれどもまあラインに関しては最後にですね申し上げることにしましょう。では恐れ入りますがお手元にですね試験問題と、ね、ご準備をお願いできますでしょうか。 では画面の方もですね理論の問題の方からね移してまいりたいと思います。ではプレゼンターに切り替えさせていただきます。でこの問題の一の方ではですね三問が法人税法そして一問がね所得税法とねいう内容でした。 でただ、ですねその先ほども申し上げましたけれども、その近年ね、ね試験範囲に加わったね、えー、組織再編、ね、ここから2つ、ね、組織再編税制から2つ、そして、えー、1つは、譲渡所得ではあるんですけれども、そのね国外転出した場合の譲、ね、渡所得の特例という内容の、ね、出題でした。 ではね、えー、恐れ入りますがもう皆さんね問題はお読みになっているという前提で、えー、お話恐れ入りますが進めさせていただきたく思います。 で、こちらですね、あの、まあ A、ABC のね、えー、そのお、持ち株の関係に関しては、もうよろしいでしょう。で、箱済み株の100%それぞれね、えー、A 社は B 社の、そして、A、B 社は C 社のね、えー、保有しているというところをね、えー、やはりこういうところの読み落としはね、ないようにきちっと読み取った上で、で、えー、まあ、そういう、そこのお話が書いてあるところの、まあ、すぐ上ですよね、あのー、まあ、例年通りというような始まりで、平成28年4月1日開始するものをね、28年。 事業年度、平成28事業年度というように表記しますとあるんですけれども、まあ、読み進めていきますと、ですね、えー、貸し倒れのお話に関しては平成26事業年度、そして、まあ、あの組織再編の、ね、話ですね、現物分配と、それから吸収合併ですね、えー、この2点に関しましては平成27事業年度。 そううでですねね、えー、のお話だったりということいこ、ね、ちょっとその点でなんかいつも通りじゃないぞって、ね、あの思われた方もいらっしゃったかもしれません。でその中で、えー、この問いの一番、ねえー、貸し倒れ引当金に関する、ね、問題ですけれども、まあ、問題の方もですね事実1について A 社の失礼しましまた A 社の平成26事業年度の法人税の確定申告状とこのように問われているんですよね。でえーか 貸し倒れ引き当て金に関しましてはね平成,、えー、平成27年4月1日以降ね最初に開始する事業年度の全事業年度、ねえー、ですからこの平成26事業年度はね、えー、4分の1全然事業年度は4分の2全然事業年度は4分の3までの繰り入れをね経過措置として認められていたと。 会の本試験ねいけなかったのかとねいうところが少しねあの問題になるなというふうに私も感じましたでちょっと回答の方を移してまいりますけれども問題の1の方ですねまああの見積もりであるね引き当て金の形状はまずこのね法人税法の22条のね3項2号やはりこれはね上げた上でやはり 債務確定が法人税法では要求されてるだから本来は認められていないよっていうところはあの分からないなりにもでもそこは分かりますよね本来は認められていない、まあ、経過措置にしてもだから経過措置であるし今ね平成28事業年度であればですよねもうあの大,大規模法人に関してはもう認めませんよっていう、ね、ことになっていると。 でえー、いうことでね、まあ、まずはこのねやっぱり22条3項2号ね、えー、ピックアップして、えー、債務の確定をね、えー、要求する、ねえー、この法人税法の考え方からは本来認められないということは論じ入れるとよかったかなというところ。 その後回答の方には書かせていただいてます同法、ね、つまり法人税法の52条1項1号ね、えー、いから,2号ね、えー、から2項ですね、えー、により、まあ、大規模法人についてですね、えー、経過措置として認められる一定のクリエル限度額までの、ね、金額を A 社の平成26事業年度の法人税法 の確定申告上損金の額に参入するというふうに回答の方では書かせていただいていますがまずねもうあの本試験ではやっぱりここまで、えー、まず述べるっていうことが一つね得点源それからあ、ねえー、本来認められず、まあ、A 社の平成26事業年度の法人税の確定申告上全額損金の額に参入されないでもあの私十分なのかなというふうに思います。 ねえー、大規模法人なのでということもですね、まあ、一つ、やっぱりこれも、ねえー、センテンスとしてはあ,あるとあ読めてるなということに、ねえー、なりますからあこれと合わせてですよね、えー、論じられると良かったところではなかったのかなという、ねえー、ところが、まあ、今回、ね、この1問目からということでしたけれども感じられるところでした。 今あの52条のね貸し倒れ引き当金の条文に関して、ね、今申し上げました通りこれが、ま、上げられなかったとしてもやっぱりねちょっと22条の3項2号は上げたかったところかなというのがねえー、見解ですで非常にねさかのぼってということで聞かれるパターンでしたので、えー、少しねあの難しかったなというふうにね、えー、思います。 では続けてですね問いの2の方ね見ていきましょう現物分配と、ねえー、いうことですよねが聞かれていましたで、えーま、内容を、ね、読んでいきますとおそのお、ね、B 社ですね B 社との間に完全支配関係があるね A 社だけがこの、ね、C 社株の配当を、ね、受け取っているというところ、まあ、ここをきちんと読み取った上で適格現物分配に該当するんだ、ね、ということがね論じられればよかったところなのかな。 というふうに、ね、見受けられますでははいこちらもですね回答の方を移してまいりますけれども C 社株式のね配当はでこの後がまあ、今ねグリーンで入れているところ1問目もそうですけれどもまあ、理由ですよね B 社との間に完全支配関係がある A 社のみであるとでいうことからまあ、ここまでにしておきましょうかでまずは法人税法の2条ね12号の15と これあの的確現物分配のですね、常、え、務、ー、ですね、的確現物分配にだから該当するんだと、やはりここを、ね、きちんと論じた上でえで、ー、聞かれているのが B 社の平成27事業年度の法人税の確定申告上、どうですかということですから、その続き、法人税法の62条のね、えー、5、3項ですね。これによって C 社株式これを配当直前の帳簿価格により譲渡したものとして所得の金額を計算するとでおそらくですねその法人税の確定申告上と聞かれていて、まあ、ここまで論じられれば本当にあの十分だなというふうに思いますただですね、あのー、レックの方ではテキストにも書かせていただいたと思うんですけれども適格見物分配の場合ですよね。 この母家でですね譲渡したものとしてですから譲渡損益の発生はありませんよでさらに、ねえー、B 社においてですよね、えー、利益積立金額が減少しますよと、ねえー、いう話が続きとしてあったかと思います。でえーね、ここで聞かれててるのって 確定申告上つまりあの B 社の平成27事業年度の所得の金額の計算についてというふうに聞かれてるわけではなくて確定申告について聞かれてますからここまでがいわゆる別表4の所得の計算のお話でここから先、ね、え回答の方で入れさせていただいているのは利益積立金額がその減少するでこれ別表の5ですよね。あの確定申告 でね、別表1別表4別表5からもう他の別表6とか別表、ね、8とか16とかですねをつけて、ねえー、提出するので確定申告っていうくくりで見るともっともっとねあの論じれるところってありましてまあ、ただその1つですよねあの5のねこの利益積み立て金額が減少するいうことで っていうところまで、まあ論じられると確定申告上というふうに聞かれているという中でね。まあ、ベストな回答なのかなということで入れさせていただきました。ただ、もうあの、この所得の金額を計算するっていう、ここまでで、まあ、私は点数が入るのかなというふうに思います。 で同額の、ね、利益積み立て金額が減少するとで、この根拠条文といたしましては法人税法の2条18号というこれ、あの利益積み立て金額の規定なんですね。で、えー、会社でその留保している金額ね、ね利益積み立て金額が減少するということですから、つまり留保している金額が減少するっていうことも。 確定申告するわけですからあの回答の方ではあそこまで入れさせていただきましたというふうにお捉えいただければと思いますただ皆さんにおかれましてはもう、ね、あの所得の計算をするってまずここまでで、ね、点数はしっかり入ってくるのかなというふうに、ね、私は見ていますでは続けて問いの3番こちら九州合併の、ね、問題でした でこちらの九州合併もあのきちんと要件が、ね、あの問題の方に書かれていてそのまあ要件と申し上げるのは無体化合併ですよね、これがきちんと格好書きでえ明らかに書かれてたというところが非常にヒントになったと思うんです。でまあ、あの問題の、ね、文の通りではないかと、ね、言われそうですけれども一応、ね、その理由ということを回答の方には入れさせていただきました。本文のの合合併併、ね、これはもう完全支配関係がある法人間での無体化合併だと えですから、ということで、えー、このあと根拠条文法人税法2条,号ごめんなさい2条12号の8の「い」という、ねえー、条文これ、あのいずれか一方の完全支配関係がある場合っていう、ねえー、ことの記載のある条文、えーこ,のね、これによって的確合 企画、ね、合併に該当するということからあまた続きですね法人税本の62条の第1項により B 社の平成27事業年度の法人税の確定申告上移転資産等は帳簿価格により引き継ぎがあったと、ね、やはりここは、ね、きっちり書きたいところでしたよね帳簿価格による引き継ぎがあったもの、ね、として所得の金額を計算すると。 いうところまでですね論じられればよかったのかなと思います。じゃあね今問いの二と問いの三、組織再編税制を見てきましたけれども問いの二の方では先生ねその留保している金額が減少するってことまで回答の方に書かれてますよね今この問題、ね、問いの三の方はそこまで、ね、書かれてませんよねだってその吸い取られる会社ですよねつまり吸収される会社に関しては。 な、うん、くなってしまうと、ねえー、いうことだから、ね B 社ね、A 社は B 社を吸収合併するわけですから、ね、吸収される B 社は消滅するとだからまあ消滅するということですから当然、ね、その B 社の資本金等の学利益積立金額はもうあの当然にその金額は減少してしかもなくなるわけですよね。 でそこの取扱いに関しては法人税法上ですね条文の規定がなくて根拠条文は示せていないとあ根拠条文が示せないと、ねえー、ですからね、えー、この取扱いまでは問いの3に関してはですねえクの方では回答に入れていないというふうにご理解いただければと思います一応あのきちんとあの理由があってということでねお話をさせていただきました もうあのね、留保も何もなくなるわけじゃないですかね。B 社は消滅するわけですからね。えー、そのようにお捉えいただければと思います。ね、えー、資産の母株によるね引き継ぎのね、まあこの六十二条の二の一個ね、これに関しては。 あげられるとやはりね良かったかなとこの二つですねあげられると良かった条文ではないかなというふうにね考えますではまた話が変わりまして今度はですね国外転出のね譲渡所得の特例ということで所得税法からですね少し問題がこの後ありました ではあそこについてですね確認をしていくことにいたしましょうで今回の問題もですね、えー、この問題文の方なんですけれども事実の四について P が、ね、この後ですねちょっとライン引いておきましょう 納税管理人の届出をしないで国外転出をした日以後に平成二十八年分の所得税の確定申告書を提出する場合と。で、これはあの実はですね、条文、えー、所得税法の六十条の二。の。 号ですね,の1号ね、えー、ここにそのままこの、ねえー、文言書かれてるんですよね。まあ、だからちょっと、あのー、時間内にこれ見つけ出すっていうのはなかなか大変なことで、あのーねえー、難しかったとは思うんですけれど、これはその実はそのまま書かれてるとで。これ書いてある理由っていうのはちょっと問題の方戻りますけれども、その転出時ですよね、の時価、ね、これ書かれてます。だからこれを取るよって っていうことをね言いたい。で、あの実際ですね、その転出の時にですね、あの申告をして。 とということが、まあ、原則なんですね、えー、原則としてはあるんですけれども今回この人の場合は納税管理人の届け出しないで国会提出した日以後に確定申告するんですってでその時はその提出時の時価取るよっていうことがこの60条の2第1個の、ね、1号のところに書かれてると、ねえー、いうことで、えー、もうこことつなげるよっていうことをね、まあ、まずは記したかったのかな ということそれから回答の方後で移していきますけれども同じこの60条の2っていう条文の5項をね示させていただいているんですが、えー、ここもねきちんと、まあ、問題に書かれていて、まあ、この P さんの年齢は書かれてはいないんですけれども、まあ、出生以降を、ね、日本に住所をね有していたと。だからもうずっと日本に住んでて で、えー、今回ですね退職してとおそして、えー、オーストラリアに移住することにしたんですっていう、えー、いうことでもう日本にねずっとまあ住んでた方が出てくんだと、ねえー、いうところもまああの読めたらよかったのかなというところですよね。あすみませんと五行に関しては失礼いたしました。あ上場株のね、えー、時価一億以上っていうねところですね失礼いたしました。えー、ですのでねあのきちんとこの 国外転出の要件っていうのね、えー、それが問題文からもそれからあこの問いの方のね文章からもあのきちんとねあの整合性がつくようにね問題作られているなというふうにね、えー、見受けられましたではですね、えー、回答の方を移していくことにいたしましょう。 国転出をする居住者ですね、P の所有財産のうち、これですよね、上場株式は時価1億円以上で、これがですね、ちょっとつなげていきますが、先に言ってすみません、この60条の2の5項っていうところですね、これがあの1億未満の居住者には適用しないよと。 っていう規定なのでそこからねやはりこの1億円以上あることからっていうこの理由はあると強いのかなというふうに思いますでも所得税法の60条のに1項1項とからこの5項ですねまあ、これがあ根拠の条文ということでいろいろ入れておきましょう国外転出時ですね時価3億円で譲渡したものとみなして 取得,か取得費は4000万円としてですね譲渡小学の金額を計算するというふうに答えられればよかったというところでしたまあ問いの2問いの3問い4ですね近年試験範囲に加わったところで非常にねあの難しいとねお感じになられたかと思います。それではあの部分点をねね、えー、って、えー、論じることができたかどうかというところをですね、えー、見て、えー、点数の予想をですねつけていただければと思います。 ちょっとすみません先ほどですねこの問題の方でこの P さんが出生以降そのお生まれになって以降を日本にずっと、ね、住所を所在してるっていうことなんですけれども国外転出の日の前のね10年以内に、まあ、日本、ね、国内にですね住所または居所を有してた期間が5年超である社に対して適用されるっていうねこの国外転出。 の譲渡所得の特例の要件がありましてえそこもちゃんと満たす形で問題文が書かれていたということをね、えー、お話しできればよかったんですがすみません5項とちょっと混ざってしまって本当に申し訳ありませんでした60条の2の5項に関してはあ1億円っていうね、えー、内容ですね1億円未満の居住者には適用しないよっていうねただこの者に関してはあそれ以上ね、えー、ありますから 申告ね、時、え、価、ー、で譲渡したものとみなして、えー、申告を、ね、しないといけないですから、譲渡所得の金額を計算しないといけないと、ね、いうことになるというふうに考えます。以上ですね、えー、問題の1では続けて問題の2の方ですね、見ていくことにいたしましょう。画面の方も問題の2の方に切り替えさせていただきます。で、えー、問題の2の方はですね、えー、法人税法と、 から所得税税法法とと消費税法と、ねえー、聞かれていましたやはりこちらもですねあの消費税法に関しては国際課税、ねえー、の、まあ、近年ね、えー、範囲に加わった内容からの出題でした。で丸の1番から見ていきたいと思うんですけれどもいわゆる大法人のね、えー、支配のある大法人による よるですすねね支配ののあるこの会社ですよ、ね、でよ B 社だけを見ますと資本金の額は1000万ということだからということでですねちょっと問いの方を移していきますがあ法人税法上の、ね、軽減税率の適用があるというふうにです、ね、問題に書かれてはいると。けれどもこちらはですねちょっと回答の方を移していくことにしましょう。×ですね。 まあ理由はということで、えー、回答の方を見ながらいきましょう B 社は資本金の額が5億円以上の大法人である、ね、A 社との間に A 社による完全支配関係があるからと、ねえー、だから法人税法根拠条文としてはの66条2項から6項2項い、e、ですね、まあ、この2つをね。えー レクの方では挙げさせていただきます平成26事業年度による B 社の所得の金額の全部についてその原則のね法人税率を適用するとあの正しい処理およびその根拠条文を記入しなさい とということですから正しい処理聞かれていますので出ないを書くのではなくて出、ね、ない処理は聞かれていません正しい処理は聞かれているということですので、ね、原則の法人税率を適用するというふうにですね、えー、示させていただいています。であとはね、えー、ここの 5億円以上の大法人ってところですよね大規模法人は1億超資本金ですね大法人は5億以上こういったところですよねあのー、日頃丁寧に抑えていきましょうっていうところってねはこいな ねあのところがあのふっと出てしまうとねあの先生によってはね最低の先生によってはねビッとね跳ねられてしまう可能性もありますからああやっぱりこういうところはねきちんと抑えたいところだったかなというふうに思いますまあ六条六条ですよねあのもうあの法人税の税率ね、えー、これに関してその原則の法人税率をね適用するとでえっ、ー、とあともう一つですね失礼しましたこれ二十六事業年度について聞かれていまして二十六事業年度はね、えー、税率二十五 5でした27年があ27事業年度が23.9%そして28事業年度が 23.4%29 事業年度もね23.4%ということでですね、えー、皆さんが勉強されてきた23.4%とはねちょっと26事業年度税率違いますのでそこまではね言わなくてよかったのかなただこの原則の法人税率っていうねような表現で、えー、表されればあ正しい処理をですねかければよかったところかなというふうにね から続けて、えー、丸の2番の方ですが、高級的施設ということですよね。これ、あの条文見つけるの大変でした。ねえー、なので、ちょっとここは、ね、取るの難しかったかなというふうに思います。法人税法の2条12号の18、えー、このロっていうところですね。で、括弧書きの中にこの条文の,あの1年を超えて行われるものっていうふうに、ね、記載があるんですよね。でですので、えー そこをねまあ見つけられればということですがこの時間内でね、えー、見つけるっていうのは非常に大変だったと思います。高級的施設と呼べる外国法人の国内にある建設作業所、ね、1年を超えて行われるね作業等を行う場所を言うということでこの2条12号の18色とね友情分を見つけるのは、うん、ちょっと大変だったかなというふうにね思います。 そして、えー、丸の三番ですけれどもお、ね、これは取りたかったところですねあの、パッともう別課税標準だということでね、えー、論じられればよかったところ、まあ、P が受領した退職金、これはもう所得税法30条1項ですね、えー、これにより退職所得金額ということで、あとは課税標準の、ね、条文を、ですから所得税法の22条1項2項ですね、えー、これによって、えーねえー、理由としてはこれですよね。 総所得金額とは別課税標準だと、ねえー、いうことをね論じて、えー、退職所得金額として課税されるとね締められればよかったところではなかったでしょうかそして丸の四番ですね医療費控除に関して聞かれていました。 こちらに関してもね、医療費はあの支払った額、ねえーま、あの現金主義、ねえー、これで考えていくんですよという、ねえー、この論点が入っていればですね、AP、まあの平成28年分のです、ね、所得税の確定申告書、医療費控除はね、えー、これ、医療費控除の条文、所得税法73条1個、ね、これにより、平成28年中に支払った80万、ね、だからここですよね、支払った80万、こっから足切り限度の10万円、 これを控除した70万円を P のー、ねえー、その年分の総所得金額から控除することができるとでこの足切り限度額10万円やはりこれに関しましても、あのー、問題の方にですね課税標準となる金額、ね、これ示されていますからやはり、ね、あの計算を、ねえー、した上であで、のー、論じられると良かった、まあ、計算の過程までは結構ですけれども,もう足切り限度額10万円と、ねえー、有期さがあればあこの方分かっているな というね、えー、ことが示せますよね。やはりちょっとここのところもあの問題の方にですね、えー、金額が上がっていますので、やはりこういったところもね、えー、きちんと計算した上で、えー、回答する必要があったのではないかなというふうにね考えます。そして、えー、丸のこ番ですね、えー。電気通信利用営務のね、えー、提供、えー、このお話でしたね。 でえー、消費税法においてはね、えー、課税資産の譲渡を行った事業者がね、えー、あの消費税の申告ね納税を行うんだけれどもまあこれリバースチャージ方式といって少しね、あのー、異なる形で課税されるっていうね論点がありましたただしすみません問題の方を戻らさせていただきますこの最後のところですよね P はとこれはあの個人ですよね でこの方も退職されて、その個人で、P さん個人で電気通信回線に返してで、この電子書籍の配信を受けたと、つまり消費者、ね、事業者ではなくて消費者として、そのね、えー、電子書籍のその役務の提供を受けてるということですから、発信する側からすれば、消費者向けの電気通信利用役務の提供だと。 ですからこれに関してはね消費税の納税義務は国外事業者たるこの C 社にあるということですからこれは丸とそして根拠条文としましては消費税法の2条1項8号の3とから同じくですね4条3項3号そして5条1項失礼しましまた2条に関しましては電気通信利用益務の提供の定義 4条3項、ね、に関しては課税の対象ですね。で3項はさらにその、ね、課税の対象国内か国外かっていうね3項はつ、ね、電気通信利用益務の、ね、提供の場合から5条の1項は納税義務者。 えいうことで事業者が収めますというこのまあ3つこれもねあの条文見つけるの大変であの一部だけしかね書けなかったという方もねあのもうこの時間の中でのこのボリュームですからいらっしゃったことと思います以上ですねえ理論の方まずねえ内容お話をさせていただきましたでは続けてですね 計算の方見ていきましょうで計算の方も法人税所得税消費税という順番でね、えー、見て参りたいと思います画面の方にはですねまあ、問題を移させていただきたいと思いますまあ、あの納税額最も少なくなるようにね計算しなさいということでやっぱり頭にねここありますから少しこういうところは意識したいところそして当社の期末資本金はあねえー、5億だとねいうところもねしっかりとチェックをしてですねまあ入っていきたいところですよねやっぱり本試験ですからね で、えー、内容の方ですね、少し見ていきましょう、まあ、ただ、あの問題文を読むのがねもうとても、あのー、時間内にね読むのが大変な問題文で、ねえー、もうできる、分かるっていうところをスパスパっとね、えー、拾っていかないととても大変だったと。で内容としてはね改めてご覧になるとあ,のあ、これ言ってることは結局いつも通りなのか。 というふうにね、思われた方もね、中にはいらっしゃったことと思います。で、えー、ちょっと見てまい、えー、りますと、まあ、租税効果のところはね、ね、えー、普通、読むのは大変でしたけれども、まここはあよろしいでしょう。で、お話申し上げたいのが、3番のね、柱ですね、えー、前期分の修正申告、ねえー、このお話ですかね、えー、ここの、 うんと2番ですね機械装置に関してこちらに関しては前期のねクリチりーを求めてから当期の計算が必要になったと、ね、いうことでねあのこういったところもなかなか、ね、あの手間がかかるところだったのかなというふうに、ね、見受けられました。からあここはあの難しかったところで受け入れの資料を続けて移してまいります。 えー、受け配の方ですね受け取り利息と配当に、ね、関する事項のところで中の2番この B 社株これはね、あのー、特例が築けたかどうかというところだったのではないでしょうか、あのー、非支配目的株式のですよねあの短期所有株式の特例これをですね、えー、思い出して。えーえー 計算期間直前、ねえー、1ヶ月で取得した分があってで直後の2ヶ月以内にですね、まあ、売ってるものがあると、えー、そこでですね5%のラインを超えたり超えなかったりと、ね、いうことが生じる場合にはもうこれ、あのね非支配目的株式と,として計算しましょうという論点がありました。 で、さらにあの短期所有株式等がありますからその計算はその計算できっちり行っていかなければならないというところもね、大変だったのかなと思います。えー、と少しちょっと計算過程を移してまいりましょうか。ペクの方でですで、ね、出させていただいている計算過程の方ですねこちらですね B 社株の配当というところでこれはですねあの、非支配目的株式等に、ね、当たりますねということ。 もともと3%ありましてでね計算期間末の直前に3%取得してそして直後にですね全部を売っちゃった、ね、直後のそれも1月ですよねで全部を売ってしまったと、ねえー、いうことでした。 そうで,すねえー、ですから、あやはりねこちらに関しては非支配目的株式等で計算しなければならなかったのと短期所有株式についてはそれはそれでですね、えー、きちんと計算をした上えで、ね、これに関しては平均参入から外していくよというところも合わさってあったのでここは難しいところだったのかなというふうに、ね、感じられます。 ではまた問題の方に戻らさせていただきまして続きですね原価消却これもねなんかあの表になって出てたりとかね資産がすればよかったんですが全てが文章でね難しかったところでした。ででえーとまあ中でも まあ原価償却の計算に関しては、まあ、特段あのひねったところっていうのは特段、ね、なかったのかなとただ、一括ねあの集却資産、まあ、前年も出て本年も出たということでですよね、えー、こちらの、ね、処理に関してもやはり可燃度の、ねえー、分があったということですからね、えー、その点ができたかどうかがポイントではなかったでしょうか。そして、えー、引き当て金に関すする事項でですね、えー貸し ごめんなさい商用引き当て金と貸し引き、ね、のお話がありましたまあ商用引き当て金の方もね貸し倒れ引き当て金の方も問題読んでですね素直にいいね解いていければよかったところではなかったのかなというふうに思います えっと、貸し引きの方なんですけれどもちょっと計算過程を移しておきましょうこれあの商ょ引当金もまあし引当金全部はね、まあ、しょうゆで当ててますのでまあこちらはこれでねえいいのかなとであの貸しダウ引当金もちろんねあのー、貸しダウル損失の ねえー、認定損ということでの,あの800万の減産それからと、きくり入れの否認ということでの500万、ね、この調整で300万のです、ねえー、減産と出しても結構ですし、まあ、あのいわゆる T 勘定でですね、まあ、考えていきまして貸し引きですよね、えー、と最初が2000万ですかね、機種うざんだかそうです、ね、2000万。 いつも通りのこれですよね。で、えー、と800万当てましたそして繰り入れたのがあ、ねえー、500万です。ということは期末にですね残,、えー、残る分が1700ということですからね期初と期末に関してですよね あの戻し入れ、繰り入れということで考えてその差額の、ね、300減算というふうな、ね、回でももちろんね OK ということでねちょっとここだっけ、まあ、あの T 感で考えても良かったところではないかなというね話を一つさせていただきました、まあ。いわゆる差額補充の形でね行っているのでそれをあの全額繰り入れ,戻し入れの形でですよね考えていくと。 差額補充ではなくて洗い替えの方法で考えて買いを導き出すということでも,もちろん OK だということを、ね、一つ補足をさせていただきたいと思います。から有価証券も、ね、あの難しい論点がありましたあの特に C 社社祭、ねえー、受け配のところの資料との連動で見ていかなきゃいけなかったと、ね、有価証券の資料のこの括弧の2番ですね。 ですね計算していくとでこの死者支えね、あのー、起用で取得したのか、ね、から実際の取得日で計算,あ計算をするのかというところ、ね、起用で取得したと仮定して計算する方法と実際の取得日でね計算する方法とこれね、あのー、両方計算した上での有利選択ということがね必要だったところが難しかったのかなというふうに思います。 から、役員給与のですね、カッコの2番の、えー、常務取締役 Y のね、えー、お話を少しね、させていただきたいと思うんですが、まあ、ここ、あの、つら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 文章がね、書いてあって、これ読み取るのもね、時間内いということを考えると難しかったと。で、Y さんに関しては、えー、っと、商与ですよね、これね、えー、っと、そうですね、商与に関して、 250万って決まってたのに12月の4日ごめんなさい、えー、と問題を見ていきますとそうですねうんと Y さんですよ Y さんですね250万と決まってたのに12月4日に200万で、えー、それも27年ねから28年6月の10日に250万という支給だったと。 で万おのおの250万と事前確定で決まってたのに、ねえー、その12月4日、27年12月4日、そして28年6月の10日、これもおのおの250万って決まってたのに Y さんの分に関しては最初に200万、ここですね、ですね250と決まってたのに、ごめんなさい、これピンクで、ね、ライン引きましょう、もう下から2行目ですね。 最初に200万あとに250万と払っててもう最初の時点でこれ誤ってるんですよねだからもうこのね後の250万これももうねあの損金不算入でね加算していくよという判断をしてほしかったとであの陸の方の論文テキストからあ,あと2平成25年のね えー、論文式試験ですね。これも似たようなあ出題がありまして、事前確定の。あれは、初めが正しい額の支給。ですから、こっちですね。こっちが、この問題でいけば250万。で、後が誤って、しかも6月とかですよね。とすると、この間で、事業年度末を迎えて、で、申告の手続き。ね、この事業年度の申告の手続きをして、 でまあ、それが終わだ、ね、から違う、ね、金額を払ったとね初めがあれは初めが正しくて後が間違ってたんですよね。でこの場合には初めに払った正しい分は認めるよっていう判決があって でちょっとその時は回が回答ですよ解がなんか2分に割れたっていうような、ね、話をあの聞いたことがあるんですけれども、まあ、それも、ね、テキストの方にも、ね、入れさせていただいて一緒に見てきたかと思うんですが今回はもうこれ頭から間違ってますから事前確定どれりではありませんのでこちらももうねあのその段階でもう、ね、アウトということでこの250も、ね、損金不算入で加算というふうに、えー、お捉えいただければと思います。 からまあ、あと資産の廃棄に関して、えー、から、まあ、法人税額の計算のところの、ね、所得税、えー、から特別所得税の、ね、計算については、まあ、あの所得税額控除の計算に、えー、の連動してということで、えー、ここはよろしかったのではないでしょうかそして、えー、と問いの2番というところですね続けて入っていくことにいたしましょう、えー、グル法、ねえープ4の関係の内容の計算の問題でこちらもあのちょっと覚えてないとっていうね難しさがありました失礼しました問いの2番 前提をよく読んで、えー、答えていくというところでではちょっとこの続きの資料を移していきますけれども、えー、とこの中での括弧の2番がねやっぱり難しかったですよねこれちょっと覚えてないとね。で簡弁法の適用はしませんよと言ってますからもう原則法で計算をしていくいう いうことやっぱりちょっとこれは覚えてないとねあの少し難しかったのかなと思いますのでねまあ,あここがあできなかったといってもねあの他で稼ぐことはできたのかなというふうに考えます。からもう一つですよね最後の問いの3番がもうあの初めてね会計士試験の租税法で中小法人の出題があったと。 で、欠、え、損、ー、金の計算ということでね、まあ、あのこれあの資料の通り折って折って折って計算をしていく。 行けばもう素直に、ね、計算していけばあの良かったところではあったんですけれどもなか,かなかなんかここもねあの覚えてないとあの難しかったところでしたよね、えー、なのであもう中小だということで外したということでもあのそれで他でですねあの例えば所得税あの所で消費税ね特にまあ消費税ですよねでまあそこの時間の分をね消費税に使ったということでも私は良かったのかなというふうにね思います では法人税法ですね、以上といたしまして、続けて、まあ、難しかった所得税法を入っていくことにいたしましょう。画面の方も所得税法の問題に切り替えさせていただきます。で、えっと、こちらのですね、最初の,そのお父様ですよね、おつさん、ね、この父のおつさんの所得の計算に関しては、うん、資料の一から取りたかったところと、もうこれ、あのー、雑所得の金額も。 から合計、OK、の金額もですね。ここは取りたかったところかな、というふうにね。考えます。で、えー、まあ、まず一つね。あちょっとこれ、え初めて見たっていうものが資料の二番でした。まあ、ただ、資料的にはね、あのう、法人税法と違って。 でね、というとあれですけど法人税もこうだーっとね文章になってたのでその点からするとこう表があいまいまに入ってたりしてねあの文章もそんなに長くもなくあのね、えー、こう見やすかった見やすかったというところはあったとは思うんですけれどもまあそれでもです、ね、この表ねあの源泉徴収税額表はちょっと。あのー 初めてのね、えー、形でしたので、まあ、これは、あの、もう、うん、スパッとね、あの、捨てだったというふうに、私は考えます。で、今回解説ですので、解説をさせていただきますと、まあ、ポイントといたしましては、あね、役員報酬、これ手取りで、ね、手取りで80万ということは、 収入額があってそこからも,もろもろさっきかれてさっきかれてでさっ引かれるものとすればまずは社会保険料が、ね、毎月10万、ね、さっ引かれるんですから住民税さっ引かれるんですそしてさらにこの毎月さっ引かれる所得税をこの表から計算してくださいねでしかも扶養は2人としてますよと、ね、いうことですからこの扶養の、ね、人数のこの2人のところからごめんなさい赤にしましょうね2人のところからちょっとねあの検討をしていかなきゃいけなかったと。 で当ててって当ててってで私は計算してきましたね最初のこのね十万え十万二千え五百八十円ねこれを当てていくとでそれに当たってまずここの表の見方なんですが社会保険料控除後なんですですので今回は社会保険料だけね控除した。 あとの金額を持ってということですから手取りの80万に住民税の5万2,000円を加えてプラスこの2人のところのこの税額を頭からちょっと加えてあのこの表の通りになってるかなっていうことを検討していく。 そうすると、もう一つ目、これね、もうあの、オーバーしちゃうんですね。この金額の範囲からオーバーしちゃう。二つ、二つ目のね、この10万3で240円だと、ちょうどこの間に入ると。またその次に当てていくと、これもあの、外れていくんですよね。ですので、もう当たるところがここしかないということで判断ができるようになってたと。え、いうことでした。というのを見つけ出すのはね、 欲しいあのこの源泉徴収税額表あの相対的に申し上げますとこの後の資料の4番もそうなんですけれどもちょっとあの実務的な側面が強かったかなとでこの税額表に関しても実務を始めますともうあの毎年のようにあの見てですね、えー、この表の読み方をですねあの覚えないといけないというね、えー、そのそれはもう実務の場面であって なかなかですね受験の中で、えー、これはねあのちょっと難しかったなというふうに私は思っています。だからここはもうねあこの日を読めないということであればやっぱりスパッとね、えー、一定次のね、えー、資料3の事業所得のところのですね総収入金額とかね、えー、いうところは合わせたいところだったというふうにね、えー、思います。 とということででは続けて資料の3番今少しお話を申し上げましたが、まあ、事業所得に関してはあこれいけるぞということでねあの計算できたた方もいいらっっしゃったかと思います、まあ、必要経費のところもねあのー、先住者給与の読み取りが少しね文書が長くて大変でしたけれどもそこはきちっと読み取れてでなおかつね青色申告の特別講師もこれあるぞということで計算がねできれば事業所得は取れたところだったのではないでしょうか。 そして、えー、資料の4番、移していきましょう。これもですね資料のもう2番と合わせて難しくて、まあ、あのこちらもですねあのその時間の中で考えた中でで、私、十分だったのかなと思います。としますと、この最初のところの,その非常場のね、えー、この株ですよね、み、えー、なしハイト。 の額が、まあ、求まりますということに気がつけたかどうか、まずはこれがポイントだったとねちょっと結論言っ,て言っちゃいますけど1250万ということでみ、ね、なし配当あの、法人で計算しているみなし配当、あれ思い出してですね配当を受け取る者が今回、個人だったというだけで、ね、あの法人のみなし配当のところで学習したですねあれはな受け取る者も、ね、法人 とということで考えてきましたけれどもそれがが受け取る者が、ね、個人になったとでもみなし配当も配当所得ですよっていうところとねつながればあこれあれと一緒だということでこのみなし配当ね、えー、まずねここまであの計算できた方いらっしゃったかと思います。 でただその後なんですがここをあのちょっと有利選択をしていかなきゃいけない場面があってもそれはちょっととても時間内にはできなかったと思いますので少しですね、えー、そういう意味で解説ということで入れさせていただきたいと思います。 で結論を申し上げます。レックの方では、この上場の売却の分ですね、1本目にある上場の売却、これ、特定口座とあるんです。でしかも厳選聴取、ね、源泉徴収されてて、これ、適切に行われてますということですので、これ、申告不要、ね。もうあの、これで完了してるから、もうこれで完了してるので、申告不要。そして、この配当の、えー、3, 3万ですよね、まあ、これが問題になりまして、さあ、配当の申告分離を取るんでしょうか。 総合、ねえー、課税にするんでしょうか、ね、申告不要をはたまた選ぶんでしょうかと、ねえー、いうことでちょっとここが悩むところでしたでちょっとこの悩むね、えー、この上場配当のさらにその下をご覧ください公募公社債の売却がありましてこれ上場で、ね、平成28年1月1日からですよね、えー、上場の扱いになったという改正が入りましてだから改正のね、えー、論点も すごく今回に、ね、あの本試験の中で、えー、入ってきてた、とね、えー、いうようなね、内容でした。で、えー。 ね、えここに関してが、えっと、マイナスの、ね、これパッと見てねもう分かりになりますけどマイナスの20万ですよねあの損失が出てるという状況の中でレックの結論ちょっと申し上げますと、あのー、これね、えー、1本目の上場の譲渡に関してはもうと特定口座ですからこれ申告不要そしてこの配当を。 申告分離総合それとも申告不要の中でどれか申告分離を選んで上場と上場でしかもねこれちょっと上場と書いときましょうかねそうするとここ20万ですよねえちょっと手書きで書きますけれども20万ですねマイナスが出てるということでこことここで当てていくこれできますから。 でここの差額で求まる17万、これに関して、ですねもうあの翌日にこの社の翌期にですね繰り越していただく譲渡損と、ねえー、いうことで、えー、計算をさせていただいています。まあ、これがですね配当申告分離にして、こ,ことね、えー、当てていってで繰り越していくと、まあ、これが一番あの納税額が少なくなるのではないかなと。 で今回あの問題となるのはあのこの問題の回答ですよね回答の方に1700万というねもうあの金額が書かれてたんですよねちょっともう回答の方も入れてますが写していきましょうか。でえー、課税所得金額の方に ね、課税所得金額の計算で1700、これが入ってたんですよね、印刷されてたと。ですので、この配当の3万円がこの中に、そのね、総合の中で含まれてるのかどうかっていうことが、ちょっとあの不明だから、とっても分かりにくかったと。 で、まあ、検討しまして、配当ですね、えー、その総合課税にすると、この1700万っていうね、えー、この、仮想に関しては、税率33%ですので、配当控除を考慮してもですね、厳選税率の15.315% 15とね、比較すると、もう、あの、総合課税は不利だなと。 ね。で、あともう一つね、配当が、まあその仮想の中、この中に含まれているとして、もう一つ検討しどこがこの配当工場。ね。この配当工場だ。まあだからじゃあ90万3000円と、まあ結果ちょっと先申し上げますけど、まあそれにしてもいいかなというような気もしますけれども、うん、やはりでもそれでもやっぱり配当の3万円に33%の税率が適用されるということは、ちょっとあの不利な計算で、えー、有利な方法を、ね、選択しなさいと頭にありました。というところから考える うと、うん、少しその前提からは外れてしまうのかなということからあ上場株のねこの私デ、えー、ックの方では申告も特定口座で、えー、もうこれね源泉徴収完了してますから申告不要としましたこれを申告した上でですね,この,のですねこのプラスの80万ですねこのプラスの80万そうですねこのプラスの80万とこのね、えー 公募公社債の売却のマイナス20万とですよね。まあ、これを、まあ、通算して、した方が一見有利かなとも思うんですけれども、このね、あの、所得60万入れると、あの、配当控除、この分がですね、3万円、まあ、復興税込みでね、3万630円減少しまして、 で、も、まあの、この通算したこの20万ですね。えー、このまあ 15. 15、15.315%の税率のね、3万630円ね、減少と。まあ、同額なので、損得なしということにもなるんですね。というね、あの、ま、配当のね、に関して、少しですね、えー、検討していった結果、まあ、こちらの特定の分を申告不要として、で、えー この2つですね、上場配当の分と、からこの公募交差債の売却のね、売却損の分とですね、まあ、当てて、この分、マイナス17万と出てですね、これはもうね、この方、よっきに繰り越していただくと、まあ、これがこの社にとって一番有利だったのかなというのが、私どもの見解ということで出させていただいています。 というところでしょうか？所得税ですので、まあ今ちょっと映したところがちょうどいいですね。えー、か、今回カスコの金額がね出ていましたから。まあ、そこからあ,あ。ここ。 でですねごめんなさいあ青っっちゃった、えっと、税額計算のところですよね、過疎に対する所得税、これがですねあ求められるということで、ここは取りたいところ、こういうところですよね、やっぱり本試験ですのであの、貪欲に取りたかったところだったかなと思います。から、あーちょっと抜かしましたけれども、所得控除は寄付金等から扶養控除とね聞かれてました、まあ、こちらもあの問題の分量との兼ね合いにはね、なると思うんですけれども、あの読み切れれば、 まああの寄付に関してはパッとね2000円差っ引いてもう求めましたと、ねえー、レクの,方のですの、ね、回答解説の計算過程では、ね、きちんと課税標準の、ねえー、金額をもとに、ねえー、その計算をしてとていう流れを、ね、取っていますけれどももうそれも、ね、あの大変ですのであのもうパッと、ね、あの2000円差っ引いて4万8000円と書きましたと、ねえー、いうお声もお届いてきていて聞いています。 で,すので、ね、そのような形で回答ができても良かったところだったのかなというふうに受けられます。ということで、えー、すみません所得税の回答の方ですがまあおつと河野給与は難しかったですけれども事業,、ねね、業のところまでは取りたかったところからまあ配当は大変、まあ。読み切れれば一時 ねえー、取りたいところだったかなからまああと寄付ですよねまあ不要のところもちょっとねあの給与のところが読み切れなくて難しかったということであればんちょっとね、えー、取れなかったのかなというふうにもね思いますということでね、えー、このような形ででこの続きも移してまいりましょうねあごめんなさい分離課税の上場とね、えー、一般のところもですからということで、えー、このような形で。 配当させていただいている次第です。配当の三万円と当てるのは、あのー、損益通算のところで当てていくと、えいうことです。 でですのでまあ上場と一般とねそれぞれ聞かれたらあそれに関してはマイナス20とマイナス50万とマイナス20万、マイナス50万ということなのかなということで先ほどね移させていただいた内容でそうしますとね配当口座の方が90万というふうに求まってくるということです。以上ですね ですね、えー。消費税に関して、えー、見ていきましょう。消費税もあの問題の分量がとても多くてですね、あの問題を読むということがあのとても大変だったかと思います。失礼しました。消費税の方ですね。移していきましょう。で、まあ大変だったということの一つのね要因といたしましては、読み切るのがえっ、ー、と前期計算書とからこの後ですよね。えー、製造原価。ね の計算があったと、まあその二つからですね、製造原価報告書、まあこの二つからね、あのピックアップをしていかなきゃいけないと。だから後から読むとなんかあのあここ分かりやすかったかなと思うところもあるんですけれども、ねあの時間制限時間ということを考えていくと、ねあの損、ー、益計算書と製造原価報告書からですね、特に課税処理にかかる消費税ですよね。これをピックアップしていくのはねちょっとなかなかあの難しい が一方、課税売上げ、その売上げの、ね、内容に関して、ねえー、回,答あ回答でいくと問いの1位で問われている課税売上げ割合の計算、課税売上げ、免税売上げ。から、まあ、つ難しかったのはやはり、ね、非課税、えー、資産の、ね、輸出と、これを、ね、ピックアップするのは難しかったと思うんですけれども、この売上げグループと申し上げてもよろしいでしょうか、問いの1の、ね、1から, 6, か1からか6ですよね。こここは、うん、取りたたかかったところかなと 損益、ねあのー、計算書と製造原価報告書からピックアップ仕入れに関してピックアップしていくのが大変だったゆえに、ねえー、それだけに売上に関しては取りたかったところかなというのが1つ、ねえー、あるところでしたと回答の方を移していきましょうか。私が申し上上げててた売上のグループって この問いの位置のここのことですねここは少しね取りたかったところかなと思いますで今回あの課税仕入れにかかる消費税の計算は個別の指示がありましたのででそこをねあの読み落とすことなくもうパッとね個別ということでね計算が進められれば良かったですしまあこの中でもちょっとねあのその楽しさの譲渡とだけ かなね、あの時間ということを考えるとちょっとね、あの難しかったかなと。あと、取れるところとしたら貸し倒れ。ねえー、ここも受けたのではないかなということでした。で、一つね、中間は初めてでしたので、もうここはあの取りきれなくても落ち込まないでください。難しかったと思います。から、あと問いの2番ですね。 あのー、ちょうど資産の用途の転用が、今回、出題がありました。で転用に関して、まあ、ちょっと先に回答を移して申し訳ありませんが、あのー、問いの1はあのーねえー、対策、転用の対策を、当弁のとおりされた方においてはねあの、取りたかったところではなかったでしょうか。 ね、あのその他あ非課税用途からその課税の、ね、用途を、ね、に変わった用途が変わったっていうところですよね。非課税業務用から課税業務用の、ね、この平成26年中の話に関しては、うん、あの副社金100万。ねえー 税抜きで100万円、えー、満たないので、えーねえー、適用なしということでの判定でマンションだけということでね判定して計算い、ねえー、けたところではなかったのかなというふうに、ね、思います。と問題の方でですね失礼ししましたでか 2の方なんですけれども過去の2の,この平成27年中取得資産の方なんですけれどもあの自動車が、ね、あの難しかったですね、サーバーに関してはあの課税業務用から非課税業務用って読み取ることが、ねえー、できて分かりやすかったんですけれども自動車が共通の用途から、ね、非課税用途ということでしたので、えー、これはあのもう過去に、ね、あのつまりはまあ控除しすぎていますから。 もうねあのー、ここはですよねえ適用はありませんよとね共通から非課税業務用っていう話はこれはもうね適用ありませんよっていう判断ですよねこの自動車に関して、まあ、これがちょっとできたかどうかっていうところが1つねあの今回の問題では難しかったのかなとであとはね、えー、ごめんなさい過去のっていうのはこっちです、ね、失礼しました。 過去に控除しすぎてるから、ねえー、今回ですね控除仕入れ額を、ね、今回の控除仕入れ額を小さくするということでマイナスを付してね回答しなきゃいけなかったそして失礼しました自動車の方は共通の用途から非課税業務用という転用だったのでもうねこれは適用がないんだという判断をしなきゃいけなかったと、ねえー、ここがちょっとね難しかったのでまああと括弧の1だけでもね、えー 時間の中ということですので大変ではありましたがピックアップできたと、ね、いうことであればよかったのかなというふうにね見受けられます。以上ですね。 で、えー、合格のラインね、これ最後にいたしましょうということで申し上げました。少しカメラの方を切り替えさせていただきますが、えっと、回答解説のね、えー、中にも少しね、そのお話も最後に1点ですね、入れさせていただいていまして、まあ、理論に関しましては、あ難易度があその前年ですよね。えー 平成28年の試験と、まあ、比較すると難易度的には同じかなということで45%ですから素点ベースでいきますと理論は40点満点ということですので、えー、その45%で18点から計算の方もですねパーセ40%から45%の幅というふうに見ていただければと思います ねえー、40%というとお60点満点祖点、ね、でいきますと60点満点ですから24点から45%だと27点になりますので24から27あるともう、ね、あのラインに達しているのかなというところであのこれ、まあ、あの理論のね先にお出しさせていただいた、まあ、18点これはあの20点前後かなと。 といいううふうに思っていますのでその中でのラインで18点ということを考えていきますとあの40点という、ね、ラインを超えないといけませんのでさらに、それくらいを取っていないと、えっと42点ですよね、18点と24点でも、ねえーえー、42点ということですので。 パリもちょっとということを考えますと、まあ、理論45%パー計算欲を言って45%パーですから40から45%パーの幅の中で取れればよかったのかなというのがレクの方からのね、えー、見解ということでお捉えいただければと思います。 はい、あでもあの、ボリュームが非常に多くて、えー、特に所得税法の計算は、あのー、難しい。そして、あの、実務的な要素がですね、非常にあの、多かったので、いや、まだそこ、受験の中ではそこまでではないでしょうと、ね、というような内容も、あの、含まれていました。ですから、やはりね、そこの取捨選択ということを時間内にね、えー、どうか、つなげてできたかっていうところがね、えー、一つ勝負どころでもあったという ということで、えー、これをもってですね、え2017年平成29年公認会計士試験本試験租税、えー、法のね解答解説講義とさせていただきたいと思います。では本当に、ねえー、皆さん、うん、試験お疲れ様でした。